皆さんこんにちは。このビデオではみんなの日本語第39課文法のパート2を勉強します。じゃあ始めましょう。第39課文法は2つのパートに分かれています。このビデオは第39課文法のパート2です。まだパート1を見ていない人は先にそちらを見てください。最初に語彙の復習をちょっとしましょう。倒れます、倒れます。ビルが倒れます。木が倒れます。冷蔵庫が倒れます。For example, 台風で木が倒れました。地震でビルが倒れました。通ります、通ります。道を通ります。橋を通ります。橋、ブリッジ。山道を通ります。山道、マウンテン、ロード。山道を通ります。太ります、太ります。20キロ太りました。20キロ太りました。たくさん食べましたから太ってしまいました。痩せます。痩せます。20キロ痩せました。ダイエットをしましたから痩せました。はダイエットをして痩せました。複雑、複雑な、複雑な問題。 A さん、昨日の映画はどうでしたか。 B さん、話が複雑でよくわかりませんでした。話が複雑でよくわかりませんでした。このではリズの例です。話が複雑でしたからよくわかりませんでした。邪魔、邪魔な。車が邪魔で救急車が通れません。車が邪魔で救急車が通れません。このでも、reason のでです。車が邪魔です。The car is in the way, so the ambulance cannot pass through. 車が邪魔で救急車が通れません。汚い、汚い。この川は汚いですから泳げません。地震、地震。津波、津波。台風、台風。雷、雷。火事、火事。事故、事故。バイクの事故で人が死にました。死にました。die。操作、操作。操作をします。機械の操作をします。コンピューターの操作をします。この機械は操作が複雑です。会場、会場。会場は何かをするところです。venue。スピーチコンテストの会場、コンサートの会場。台、台、バス台、電話台、電車台、ガス台、電気台。フロント、ホテルのフロント。号室、号室。私の部屋は5号室です。タオル、タオル。石鹸、石鹸。タオルと石鹸はホテルのフロントでもらえます。タオルと石鹸はフロントでもらえます。お疲れ様でした、お疲れ様でした。伺います、伺います。伺いますは行きますのハンブルエクスプレッションです。明日社長のうちに
伺います。明日社長の家へ行きます。明日9時に伺います。明日9時に行きます。クエスチョン、皆さんは学生です。今日熱があります。熱があります。学校を休みたいです。先生に電話をします。何と言いますか？先生に何と言いますか？熱がありますから学校を休みたいです。 Also you can also say 熱がありますから学校を休んでもいいですか？ And another way to say 熱があるので学校を休みたいです。熱がありますから学校を休みたいです。熱があるので学校を休みたいです。2つの文は同じ意味です。クエスチョン、今朝電車の事故がありました。事故、アクシデント。それで That's why, therefore 授業に遅れてしまいました。授業、クラス。遅れます、 late。 先生に何と言いますか？電車の事故がありましたから遅れてしまいました。 You can also say 電車の事故があったので遅れてしまいました。2つの文は同じ意味です。 same meaning から also ので It's a telling the reason 電車の事故があったので遅れてしまいました。のでの前はプレインフォームです。熱がありますから学校を休みたいです。このからはレッスン9で勉強しました。熱がありますから because I have a fever 学校を休みたいです。熱があるので学校を休みたいです。同じ意味です。熱がありますから熱があるので because I have a feverPlease note, 2つの文は同じ意味です。Same meaning. ので gives more polite and soft impression than から and express a reason gently. So it is better to use ので when you ask permission, make excuse, and turn down request or invitation. So, のではからよりもポライトです。ですから理由、リーズンを言うときとか、エクスキューズするとき、リクエストをターンダウンするときは、のでを使った方がいいです。ので、versus から。1番、のでは、basically、plain form。plain form プラス、のでです。からは、plain form も OK です。or polite form も OK です。2番、ask permission or make excuse の時はのでを使った方がいいです。熱があるので休んでもいいですか？熱がありますから休んでもいいですか？そうそう OK but 熱があるので休んでもいいですか？のでを使った方がいいです。3番ので is not used with imperative or prohibitive formimperative form, order form. のでは、order form や prohibit form と一緒に使うことができません。危ないので、機械に触るな。これはダメです。imperative form or prohibit form を使うときは、からを使ってください。危ないから、機械に触るな。A さんと B さんが話しています。A さん、ちょっと飲みに行きませんか？飲みに行きませんか？一緒に飲みに行きませんか？ B さん。B さんは A さんのリクエストをタウンダウンします。すみません。今日は用事があるので、お先に失礼します。今日は用事があるので飲みに行けません。お先に失礼します。すみません。今日は用事があるので、
お先に失礼します。 A さん、そうですか、お疲れ様でした。もう一度 A さん、ちょっと飲みに行きませんか。 B さん、すみません、今日は用事があるので。 Because I have something to do today。 お先に失礼します。そうですか、お疲れ様でした。ので、の前はプレインフォームです。バーブのプレインフォーム、イアジェクティブのプレインフォーム、ナージェクティブ、ナウンのプレインフォーム。でも、ナージェクティブとナウンのナは何に変わります。なので。練習1番、まずバーブの練習をしましょう。あります、あるので、ありません、ないので、ありました、あったので、ありませんでした。なかったので、ありませんでしたのプレインフォームはなかった。そう、なかったので、します、するので、しません、しないので、しました、したので、しませんでした、しなかったので、しています、しているので、しなければなりません、しなければならないので。しなければなりませんのプレインフォームはしなければならないので。もう一度、あります、あるので、ありません、ないので、ありました、あったので、ありませんでした、なかったので、します、するので、しません、しないので、しました、したので、しませんでした、しなかったので、しています、しているので、しなければなりません、しなければならないので。練習2、レイ、熱があります、学校を休みたいです。熱があるので学校を休みたいです。1番、時間がありません、急いでください、 Please hurry。 時間がないので急いでください。2番、事故がありました、学校に遅れました。事故があったので学校に遅れました。3番、新聞を読みませんでした、事故のことを知りませんでした。新聞を読まなかったので事故のことを知りませんでした。新聞を読まなかったので事故のことを知りませんでした。4番、日本語がわかりません、英語で話していただけませんか。日本語がわからないので英語で話していただけませんか。5番、今日は道があまり混んでいません、早く着くでしょう。着きます、 arrive, reach。 今日は道があまり混んでいないので早く着くでしょう。今日は道があまり混んでいないので早く着くでしょう。6番、勉強しませんでした、全然わかりませんでした、テストの前に勉強しませんでした、ですからテストは全然わかりませんでした。勉強しなかったので全然わかりませんでした。7番、インドネシアに3年住んでいました、インドネシア語が少しわかります、インドネシアに3年住んでいたのでインドネシア語が少しわかります。8番、少し太りました、ダイエットをしています、少し太ったのでダイエットをしています。9番、バスが遅れました、約束の時間に間に合いませんでした、バスが遅れたので約束の時間に間に合いませんでした。のでの前はプレインフォームです。練習3では、いいアジェクティブを勉強しましょう。
悪いです。悪いので。悪くないです。悪くないので。悪かったです。悪かったので。悪くなかったです。悪くなかったので。行きたいです。行きたいので。行きたくないです。行きたくないので。行きたかったです。行きたかったので。行きたくなかったです。行きたくなかったので。練習4。レイ、天気が悪いです。富士山が見えません。天気が悪いので、富士山が見えません。1番、天気が悪かったです。富士山が見えませんでした。天気が悪かったので、富士山が見えませんでした。2番、頭が痛かったです。会社を休みました。頭が痛かったので、会社を休みました。3番、電気代が高いです。第、コストフィー、チャージ、電気代が高いので、エアコンをつけません。4番、日曜日は忙しいです。一緒に遊びに行けません。日曜日は忙しいので、一緒に遊びに行けません。この辺の海は汚いです。この辺、around here。この辺の海は汚いです。汚い、dirty。泳がない方がいいです。この辺の海は汚いので、泳がない方がいいです。6番、体の調子が良くなかったです。週末はずっと家にいました。週末、weekend。体の調子が良くなかったので、週末はずっと、ずっと continuously。そう。whole weekend、家にいました。7番、日本の会社で働きたいです。日本語を勉強しています。日本の会社で働きたいので、日本語を勉強しています。のでの前はプレインフォームです。練習後では、な adjective と noun。noun の練習をします。例、暇です。暇なので、暇ですのプレインフォームは、暇だ。でも、だ、だの代わりに、な。なので、暇です。暇なので。暇じゃありません。暇じゃないので。暇じゃないので。ありませんのプレインフォームはない。そう。暇じゃないので。暇でした。暇だったので。でしたのプレインフォームはだった。そう。暇だったので。暇じゃありませんでした。暇じゃなかったので。今じゃなかったので。noun、日曜日です。日曜日ですのプレインフォームは日曜日だ。でも、だの代わりにな。そう、日曜日なので。日曜日じゃありません。日曜日じゃないので。日曜日でした。日曜日だったので。日曜日じゃありませんでした。日曜日じゃなかったので。練習6、レイ、今日は暇です。暇、フリー。買い物に行きます。暇です、フリー、or nothing to do。今日は暇なので、買い物に行きます。暇ですの、プレインフォーム、暇だ、だの代わりにな。今日は暇なので、買い物に行きます。1番、昨日は暇でした。映画を見に行きました。昨日は暇だったので、映画を見に行きました。2番、このカメラは操作が簡単です。操作、オペレーション。簡単、easy, simple。誰でも、anybody, 操作できます。オペレーションできます。このカメラは操作が簡単なので、誰でも操作できます。3番、
今日は日曜日です。デパートは混んでいるでしょう。今日は日曜日なので、デパートは混んでいるでしょう。The show is, I'm sure that depart will be crowded because today it is Sunday today. 今日は日曜日なので、デパートは混んでいるでしょう。4番、日曜日でした。電車が空いていました。日曜日だったので、電車が空いていました。5番、明日は休みです。うちでゆっくり休みます。明日は休みなので、うちでゆっくり休みます。6番、今日は妻の誕生日です。妻、my wife。花を買って帰ります。花を買って家へ帰ります。今日は妻の誕生日なので、花を買って帰ります。7番、この機械は操作が複雑です。よくわかりません。複雑、complicated。この機械は操作が複雑なので、よくわかりません。8番、昨日は雨でした。どこも行きませんでした。昨日は雨だったので、どこも行きませんでした。練習7、0、気分が悪いです。気分が悪い。I'm not feeling well. 帰ります。気分が悪いので、because I'm not feeling well. 帰ってもいいですか ?May I go back home? 定フォームプラスもいいですか ?May I ask a permission? 気分が悪いので、帰ってもいいですか ?May I go back home because I don't feel well? もう一度、気分が悪いので、帰ってもいいですか ?1 番。お腹が痛いです。お腹、stomach。トイレへ行きます。お腹が痛いので、トイレへ行ってもいいですか ?2 番、漢字を調べたいです。調べます。to check。漢字の意味を調べたいです。おは漢字の書き方を調べたいです。この辞書を借ります。漢字を調べたいので、この辞書を借りてもいいですか ?3 番、この荷物は邪魔です。片付けます。この荷物は邪魔なので、片付けてもいいですか邪魔、アジェクティブ。そう、邪魔なので、in the way、片付けてもいいですか ?May I put away this baggage because it is in the way?4番、大使館へビザを取りに行かなければなりません。明日休みます。大使館へビザを取りに行かなければならないので、明日休んでもいいですか。大使館、エンバシー。大使館へビザを取りに行かなければならないので、明日休んでもいいですか ?5 番、日本語があまり上手じゃありません。英語で話します。日本語があまり上手じゃないので、英語で話してもいいですか ?6 番、今晩、友達の結婚式です。ウェディング、セレモニー、結婚式。早く帰ります。今晩友達の結婚式なので、早く帰ってもいいですか。結婚式なん、そう、結婚式なので。7番、勉強をしています。テレビを消します。勉強をしているので、テレビを消してもいいですか。勉強しているのでテレビを消してもいいですか会話の練習1 B さん
B さんはホテルのゲスト、お客さんです。A さんはフロントです。In charge of the front desk, A さん。So, A さん、はい、フロントです。B さん、417号室ですが。Room number 417. Also, you can say 417号室。So, 417号室 or 417号室。どちらも OK です。417号室ですが。I'm staying at the room number 417. シャワーのお湯が出ないので、シャワーのお湯が出ません。There's no hot water in the shower, or hot water does not come out. 出ないので、That's why. So, 見に来ていただけませんか ?Could you come to check it out? A さん。417号室ですね。ねえ、isn't it? と A さんはカンファームをします。417号室ですね。はい、すぐ伺います。伺いますは行きますのハンブルエクスプレッションです。とはい、すぐ immediately, right away, 伺います。I'm coming, right away.B さん、お願いします。Yes, please. もう一度 A さん。はい、フロントです。B さん、417号室ですが、シャワーのお湯が出ないので、見に来ていただけませんか ?A さん、417号室ですね。はい、すぐ伺います。B さん、お願いします。Please。1番、タオルと石鹸。石鹸がありません。持ってきます。A さん、はい、フロントです。B さん、417号室ですが、タオルと石鹸がないので、持ってきていただけませんか。A さん、417号室ですね。はい、すぐ伺います。B さん、お願いします。2番、エアコンがつきます。調べます。A さん、はい、フロントです。B さん、417号室ですが、エアコンがつかないので、調べていただけませんか。A さん、417号室ですね。はい、すぐ伺います。お願いします。もう一度、A さん。はい、フロントです。B さん、417号室ですが、エアコンがつかないので、調べていただけませんか。417号室ですね。はい、すぐ伺います。お願いします。雪が降りました。それで、That's why. 電車が止まりました。それで、会社に遅れました。雪が降りました。これも reason。電車が止まりました。これも reason。それで、therefore, or that's why, 会社に遅れました。雪が降って。この定フォームは reason の定フォーム。雪が降って、電車が止まったので、会社に遅れました。Please note, ので can be used only one time in a sentence. So, 雪が降って、電車が止まったので、会社に遅れました。遅れます。be late for the company. 雪が降って、that's why 電車が止まったので、that's why 会社に遅れました。雪です。電車が止まりました。会社に遅れました。雪で、雪、noun で、reason, because of the rain. 電車が止まったので、会社に遅れました。A さんと B さんが話しています。A さん、最近、recently or these days, 布団で寝ているんですが、便利ですね。布団、Japanese bedding。
I'm sleeping. I've been sleeping on a futon. Futon? Not bed. Futon? 便利ですね。便利、convenient or handy, aren't they? 布団? Because これは敷布団、掛け布団。上に掛けます。掛け布団。下に敷きます。敷布団。布団。もう一度 A さん。最近布団で寝ているんですが、便利ですね。B さん。ベッドはどうしたんですか? What did you do with your bed? ベッドはどうしたんですか? A さん。部屋が狭くて邪魔なので、友達にあげました。部屋が狭くて、スモール。部屋が狭いです。And 邪魔なので、and is in the way。そう、友達にベッドをあげました。布団は使わないときは、畳んでホールドして、押し入れ、クローゼットにしまうことができます。ですから、使わないときは、クローゼットにしまいます。ですから、邪魔じゃありません。でも、ベッドはずっと部屋の中にあります。ですから、邪魔です。もう一度、A さん。最近、布団で寝ているんですが、便利ですね。B さん、ベッドはどうしたんですか ?A さん、部屋が狭くて、邪魔なので、友達にあげました。練習8。レイ、雪です。電車が止まりました。会社に遅れました。雪で、because of the rain. 電車が止まったので、電車 stopped. And, because of that, I was late for the company. 雪で電車が止まったので、会社に遅れました。Please, for the example, 1番、事故です。怪我をしました。事故、アクシデント。怪我、インジュリー。怪我をしました。I got injury. 入院しました。I was hospitalized. と事故で、怪我をしたので、入院しました。2番、毎日忙しいです。時間がありません。勉強ができません。毎日忙しくて、時間がないので、勉強ができません。毎日忙しくて、時間がないので、勉強ができません。3番、日本料理は美味しいです。たくさん食べました。太ってしまいました。I gained weight.日本料理は美味しくて、たくさん食べたので、太ってしまいました。日本料理は美味しくて、たくさん食べたので、太ってしまいました。4番、この荷物は重いです。重い、ヘビー。一人で持てません。手伝ってください。この荷物は重くて、一人で持てないので手伝ってください。この荷物は重くて一人で持てないので手伝ってください。5番、風邪をひきました。I caught a cold. 熱があります。I have a fever. 今日休んでもいいですか?風邪をひいて熱があるので、今日休んでもいいですか?引きますの手フォーム、引いて、風邪をひいて熱があるので、休んで、今日休んでもいいですか ?6 番、足が痛かったです。足、foot or leg。歩けませんでした。I could not walk. タクシーで帰りました。足が痛くて、痛いの手フォーム、痛くて、歩けなかったので、タクシーで帰りました。練習9。Please follow the example. レイ、A さん。会議に間に合いましたか?間に合います。Be on time. 雪、
新幹線が止まりました。B さん、いいえ、雪で新幹線が止まったので間に合いませんでした。もう一度、A さん、会議に間に合いましたか？ B さん、いいえ、雪で新幹線が止まったので間に合いませんでした。1番、A さん、試合に出ましたか？試合に出ます。Participate or take part in a game or play in the game. So, did you play in the game? 事故、怪我をしました。と、いいえ、事故で怪我をしたので出ませんでした。もう一度 A さん、試合に出ましたか？ B さん、いいえ、事故で怪我をしたので出ませんでした。2番、A さん、この道、This road、通れますか？通ります。To pass or pass through、通れますか？ Can pass。台風、木が倒れました。A さん、この道、通れますか？ B さん、いいえ、台風で木が倒れたので、通れません。cannot pass through。もう一度 A さん、この道通れますか？ B さん、いいえ、台風で木が倒れたので通れません。3番、A さん、試験はできましたか？試験はできましたか？ Did you do well on the exam? インフルエンザ。一週間勉強できませんでした。A さん、試験はできましたか？ B さん、いいえ、インフルエンザで一週間勉強できなかったので、できませんでした。4番、パーティーへ行きましたか？風邪、頭が痛かったです。A さん、パーティーへ行きましたか？いいえ、風邪で頭が痛かったので行きませんでした。5番、A さん、コンサートはありますか？昨日の雨と雷、thunder, lightning、会場、ベニュー、会場が使えません。A さん、コンサートは、今日コンサートはありますか？いいえ、昨日の雨と雷で会場が使えないのでありません。会場が使えないのでありません。もう一度 A さん、コンサートはありますか？いいえ、昨日の雨と雷で会場が使えません、使えないのでありません。今日のレッスンはここまでです。お疲れ様でした。